皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋でカスタマイズした車両をご紹介させていただきたいと思います。紹介してくれるのは名古屋店店長飯村さんです。よろしくお願いします。そして今回はちょっと最終作業がボンド東京ということで、そうですね、ボンド東京からお届けいたします。はい、もうどうしますかこれこれもう、はい、とりあえず飯村さんの靴の紹介からしてもいいですか。いやいや、それは触れなくていいですか。いいね。ちょっと今回この車をご紹介させていただく前に、はい、ちょっとオーナーさんにこうちょっとお礼を言わせていただきたいなという、はい、もう本当にこんな貴重な経験させていただいて、はい、いろいろ見させていただいて触らせていただいて、もう本当にありがとうございます。ありがとうございました。なかなかないですよね。だってなかなかそのなんかあれが良かったよね。バラしてる状態の時に撮ったっていうのはすごいね。そうですね、そうですね。普段なかなか見ること、僕らですらなかなか見ることができない。でやっぱりこの手の車になるとなかなかそうフルフルカスタマイズってもないじゃないですか。なかなかないよね。だ結構世界的にも多分いろいろ貴重な、そうですね、カリナンでね、マンソリー組んでる方は多分何名かね、日本でもいらっしゃるとは思うんですけど、なかなかここまで。そうですよね、うん、で前回 その東京店で作らせていただいたフライングスパーも制作過程をお伝えして、うん、最後 PV 撮ってってしたんですけど、うんうん、それも結構海外から結構アクセスがあって、そうだよね、海外の方からもコメントいただいたりしたんで、まあ、結構その日本だけじゃなくていろんなところから、ね、世界的にね注目されている車なのかなって、はい、まあ、そんな貴重な経験をさせていただいて、まあ、ちょっと繰り返しになりますけれども本当にありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ続いて車を見ていきたいんですけれども、はい、まずすごいのがこのボディカラー、はい、まさかの緑色ですよ。緑色です。僕庶民なんでもし万が一買えるとしても白黒シルバー、まあ、リセールだったりやっぱりこう、まあ、バレちゃうじゃないですか。そうね、一般的にはね。そうだよね、はい、やっぱりこの辺の車で冒険じゃないんでしょうね、オーナーさんにとっては。ただ僕だからすると冒険なんで、やっぱりなかなか頼めないじゃないですか、緑色とか。なかなかね。ただやっぱ新車をオーダーできる人の特権だよね。そうですね、それだけはね。だからこれ色を選べるセンスっていうのがもうすごいなっていう。でまた僕これマンソリーのあの緑色、うん、あったじゃないですか、はいはい、パリなんで、あっちを想像してたんですよ俺も、はい、だから言っても ああいう風になるんだっていう風に想像してたんで、うん、これが届いた時の衝撃ですよ、うんうん、あれっこっちか、はい、でもそこから完成予想図が僕にはもう全然こう想像つかなくなって、そうね、仕上がったらこれですよ、うん、素晴らしいですね。恐ろしいですよね、はい、でちょっと順番にパーツ、はい、今回見どころたくさんあるんで見ていきたいんですけど、はいはい、まずはもうほぼ全交換、はい、顔周りここから前が全部ドライカーボン、はい、マンソリー製になってると。なってます。でバンパーは、まあ、製作過程見ていただいている方だとご存知だと思うんですけども、ここ全部交換という、はい、やっぱりこの手の車だとちょっとチェリガーとかここ隙間がとか、うん、ちょっと形がとか許されないじゃないですか、うん、許されない、許されないとマックスの車じゃないですか。そうね、それがもう言わないとわからない、まあ、造形はもちろんそのマンソリーですけど、うん、フィッティングに関しては、うん、例えばこの単体でここだけ見たこのフェンダーとのつなぎだけ見たとかってなってくると、うん、もうほぼわからないぐらいきっちり仕上がってる。これはすごいよね。だこれマンソリーの技術と、うん、あとはその強度のあるドライカーボンというところと、うん、あとは、まあ、自我自賛になっちゃうかもしれないですけどボンドボディのこの、ね、恐ろしいほどのエアロの取り付けを、うん、経験してますからね。何台もやってますから。そうね、その辺の集大成なのかな。素晴らしいですね。そしてもうこの辺何段あるんですかっていうもう10段ぐらいありますけどこれもカーボンだったりボディ色だったり、はい、すごいですよね。こんなに段があるのにちゃんとまとまってますから、ね、ちゃんとまとまってる。確かに。で今回このカーボンは一番スタンダードなタイプを、はい、でこれ追加料金でいろいろブロックカーボンにしたりとか工場カーボンにしたりもできるんですよね、うん、であえて今回はそうせず。そうですね、基本的には、まあ、ちょっとそういう話も途中はあったんですけど、さすがにちょっと金額なんで、ひとまず今回はスタンダードのカーボンでいこうっていう。まあ十分もうよ、まあ、まあ十分ってるし、本当十分だよね、はい、でいろいろまあダクトなんかありますけど、この辺なんかは、まあ、パーツ構成がもう分かんないですよね。下側とこのサイドが別で、ここが別で、グリルの中、あ、そうそう、横のね、このコの字のやつはオプション。あ、これオプションなんですね。そう、オプションなの。追加付いて。標準のボディキット、ワイドボディキットには付いてこないパーツになります。
でこの中に網があって網の裏に当て物して中が見えないように、はい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 、はい、結構いろんな車でボンドボディの作業だと定番になってますけど、やっぱりこの辺で中のパーツが見えちゃったりとか、そうだね、それとダサいですからね。確かに、まあ、しっかりその辺も仕上がってる、はい、であとは井村さん、このグリルの中のこの網、網ね、これ見ました、はい、先ほど見ました先ほど YouTube を見ました、はい、やっぱりこの巣穴とか、はい、ね、靴があるとちょっとこうダサいし許される車じゃないんで、まあ、こんなに見えないパーツなんですけど全部巣穴も埋めてブツも取って仕上げたい、ね、すごいよね。俺何も言ってないから指示出ししてないけどちゃんとユウスケがやってくれるっていうね、無言の圧力じゃないんですよクレームが怖いっていうすごい。であとはもうカーボンの目も全部揃ってるんですよね。もうパーツが、ね、はい、こんなにもう何ピースかわからないパーツ構成なのに全部揃ってるという、うん、でよれてないという、うん、やっぱり安価なものだと結構一方向だったりとか、うんうん、目もよれちゃってたりしますけれども、うんうん、もう全部しっかり揃ってるという。やっぱり世界中のやっぱり車好きというかそういう人たちがこうマンソリーにこぞってこう注文したりとかオーダーしたりするの分かりますよね。そうね、だからマンソリーがさこうコンチェンタル GT とかでボーンって来た時に、まあ、いろんなメーカーが多分あのまあ、まあマンソリーみたいな形でカーボンでなんじゃでカンジャーでって出てきたけど結局残んないもんね。そうですね、やっぱそのそれだけの技術力とそれだけの設備がマンソリーにはあるから今でも新しいものをどんどん出していけるし世界中のその要望に応えられているっていうのはそういうところだもんね。であとはこの辺上ですよ、はい、ボンネットとこのグリルフレームでしたっけ、はい、グリルフレームをオプションで付けました。通常のキットプラスアルファの部分なんですよね。ここそう、通常のキットでもすごい値段するんだけどこの辺はついてこないもうここのパーツ代だけで恐ろしいことになってそうですそうね。でこれフライングレディ今出てますけども、はい、このフライングレディの蓋もカーボンなんですね。もちろんそうっす。でそこの目も合ってるよね。そうなんですよね、すごいっすよね、うん、でこれ今蛍光灯とかこの照明の反射で少しお分かりいただけると思うんですけどこの鏡面仕上げもう全部この辺も肌を整えて塗装面と、ね、はい、塗装面と変わらない仕上がりになってる。でこのボンネットも当初この塗ったりとかぼかしたりなんていう話もありましたけれども、はいはいはい、なんと最終的にお客様の判断が全出しで、全出しでとりあえずちょっとでも僕は少し反省しなくちゃいけないとこかなと思いました。やっぱりこう、まあ、仕上がりの好みもありますけども、うん、ちょっとやっぱりこう無難なところにこう、まあ確かにそうかもね、向かっちゃってたかなっていう、ね、もうなんか無難に無難にっていう方の中で無難の中で何かちょっとした小細工を見つけようみたいなねところがあったかもしれない。確かにそしたらもうオーナー様はもう予想の斜め上を行ってたというそうだね。でも仕上がり見てても納得しました。そうね、もうここまで行くともう一周回ってなんかもうすごいとしか出てこない、ね、うん、すごい。でもこれでその思ったのはフォージドだったらちょっと派手だったかもしれない。あ、なるほど、妙に。なるほどなるほど、確かにちょっとガラガラになっちゃう、ね、思ったのはね。そう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 。でボディカラーがこういう緑じゃん。だから例えばその黒でフォージド全出しとかだったらありだと思うんだけど、緑でフォージドで全出しだとちょっとこの印象にはならなかったかもしれないね。確かに。またカーボンでちょっと使い方難しいですよね。そうね、どうしても超高級というよりかはどうしてもレーシーなイメージ、レーシーな素材じゃないですか。で柄もいろいろあるんで、うん、それをどこを選ぶかによって、うん、やっぱりイメージ変わってくる、うん、でこの規則正しく並んだこのカーボンがやっぱり今回ちょっと正解だったそうだね、そうだね、気がしますね。もうとにかくもう派手インパクトがすごいインパクト半端ない、はい、もう前回りがガラッと変わってるんですけどなんかちょっとこう、はい、ツートンに塗り分けた時の雰囲気もありますよね。そうだね、このフードカルここからね、はい、はいはいはい、なんでちょっとこの辺全然違う仕上がりなんですけど、うん、かなりかっこいいんじゃないでしょうか。全然そして問題ないと思います。あ、そうか、あとグリル通り過ぎちゃいましたけど、はい、今回光るように、あ、光るようにしました。はい、ちょっとつけてみます。はい、まあ、マンソリーのコンプリートカーがイルミネーションがついてるっていうことで今回それを完全再現して光りました。グリルの中がこううっすら青白く光るという、はい、これもちょっと紆余曲折はありましたけれどもそうこれね、はい、あえてここは掘り下げません
だからこの辺もマンソリーの、そう、マンソリーのコンプリートカーがこんな感じだったんだね。で、LED の色もどちらかというと白っていうよりも青だったんで、今回はこういうちょっと青っぽい LED を入れました。じゃあ続いて横回ってみましょうか、はい、横も見どころたくさんなんで。いやもうこれはやばい、これもうすごいですよね。やばい、もう全部触れるところがあるで、横もうタイホイールから行きましょうか。タイホイールから行こうか。タイホイールがマンソリーのデザインが、はいはい、V6 フォージド24インチですね。これも普通に履かないという。そうですね、通常はバイカラーですよね。通常はそう、ポリッシュ、ポリッシュ、切削と黒、ダイヤモンドブラックみたいなの、バイカラーのホイールになります。で、この今回フルポリッシュという、はい、全部はくって、ポリッシュかけてもらいました日本に届いたやつを塗装剥がして、そうポリッシュにかけると。そうです、日本でやりました。はぁ、 でもこのポリッシュができるのはこの鍛造の、そうね、だからベースがいいから、まあ、光る。そうなんですよね。そうベースがちょっと良くないとね、はい、履くったりすると綺麗なじゃないんで、この渋いこの色が出ないんですよね。そう、あと鋳造だと巣穴がこう出てきちゃった。そうね、鍛造とかでも結構その安価なもの、 あとはその製造コストかけてないものだとやっぱり鍛造でも巣穴とか出てきちゃうらしいですよね。だこれちょっとマンソリーもう多分これさすがにこのホイールは自社じゃないと思うんですけど、このホイール作ってるところもすごいですよね。いや、ホイールは APP テックだから、ホイールは作ってるの、ヨーロッパの鍛造、そうイタリアの鍛造ホイール、ね、ランボルギーニのアベンタドールとかの純正ホイールを、供給している APP テックが作ってるマンソリーのホイール。 APP テックってホイールも作ってるんですか。作ってる、だからマンソリーが APP テックに委託してホイールを作ってる。あ、そうなんですか。そう、あのビレット作ってるだけじゃないんですか。じゃないんです。あ、そうなんですね。じゃあもうそこも妥協がないというか。そうね。でなおかつこのセンターキャップは当然回らないタイプの、はいはい、フローティングですね。フローティングのタイプがついてると、はい、これすごいですよね。中までだって磨いてありますからね。磨かないで普通内側はこう黒くペイントしたりとか結構ありますけど、もう中までしっかり全部磨いてあるという、 そうね、でサイズがこれ24ですか。24です。前後通しですね。で当然タイヤはもうベルデステイン一択ということで、はいはい、もうマンソリー御用達のタイヤがついてます、ね、はい。で車高が今回ちょっと、はい、下がってます。少しだけ下げた、ね、はい、IID のロアリングキットで、はい、でロアリングすると大体こう車が若干小さく見えますけど、うん、全く見えない。全然見えない全然見えない全然見えない。ただ かなりこのエアロのボリュームと車高とちょうどいい感じじゃないですか、うん、であとは今回この分オーバーフェンダーになってるんですよね、はい、その分オーバーフェンダーでフェンダー交換で、これも変わってんすかね。変わってます、はい、フェンダーを交換してさらにオーバーフェンダーをつけてる、はあ、これが全部ドライカーボンで、オーバーフェンダーがどんくらいですかね。3センチぐらいですかね。3センチぐらいだね、イメージね。すごいですね、この辺のフィッティングもすごいですよね。そうよくオーバーフェンダーとかってこの辺がちょっとなみなみってなったりとか、うんうん、ちょっと浮いたりとかってよくあるじゃないですか、うん、全くないないです、はい、でここ横にはどでかいダクトが、はい、ダクトがで、このこっちがこれがオプション、このアクセント この字がオプションです、はい、でこれ標準装備、それはフェンダーを買うとついてくる。なるほど、うん、であとここにエンブレム入るんですけど、はい、これはまさかのボディ同色、ボディ同色で、このマンソリーがやってた技を、そうパクりましたパクってないです、オマージュしました。塗ったらかっこいいね、はい、確かに、うん、こんな感じになって、はい、であとはこれですよ、これはい、それね、コーチライン、それやばいね。今回このフェンダー交換、これごと交換してるんで当然このコーチラインがなくなってしまうということで、うん、このボンドボディで完全再現いたしました、はい。でこのマンソリーのロゴをここ入れてるんですね、はい、これも本国でやってた、これもやってた仕様なんですね、はい、ので急遽、まあ、ただ単に1000円をね、復刻させるというか復活させるだけだとちょっとつまんないかなと、せっかくならロゴを入れてちょっとさりげなさもいい感じです、はい、でこれちょっと端から解説していくと、このマンソリーのロゴはこのクリアの中に塗装で、うんうん、
入れてるんですよ、はいはい、でよくロゴ系ってこうキャリパーペイントとかでもそうですけど、うん、カッティングシート貼ってクリアで閉じてやりますけども、うんうんうん、今回なんとこのこれを抜き文字でペイントでねペイントしてだから段差がないないね。カッティング閉じ込めちゃうとどうしても劣化があるし あと段差が出ちゃうんですよね。カッティングシート分結構な厚みのそれ一切段差がない、もうツルツルの状態でマンスリーのロゴが入ってる。すごいよね。そしてこのコーチラインですよ。これも、まあ、制作過程見てくださってる方だともうご存知だと思うんですけど、マスキングでもうラインを完全再現、はいはい、色もこっち純正ラインです。でこっちが後から引いたラインです。色も完全再現、太さも。そしてこれちょっと画面だと伝わらないかもしれないですけど、この筆の跡があるんですよね、はいはいはい、でこの筆の跡も再現してる。再現してたね。でこれコーチラインもいろいろあるんですね。ほう。この高橋さんやつはこの吉兆がこの繋がってる繋がってないもあるし、あとはあれからコーチライン僕あの在庫の車とかいろいろ見たんですけど、筆目があるやつとないやつがあるんですよ。どうやってるのか、それともなんかその色でその筆目が分かりづらいのか分かんないですけど、筆目がほとんど分かんないやつがあるんですよ。でこの車って結構筆目分かるじゃないですか、うんうん、同じぐらいの加減で筆の質感も全部残して、でこのコーチラインって一番最後に引いてるんで、うん、もう思いっきりこう塗装がボコって出てるんですよ、はい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 、でそれも全部再現されてる。再現わざとね、で言わないとわからないレベルにしてあるという、うん、はい、でこここそなんかこうあれってこう違和感を感じさせちゃダメなとこじゃないですか。そこは本当にボンドボディ頑張ってくれたところで、やればできるボンドボディやればできるそれを別名無茶ぶりと言うんですけどちょっとかなりボンドボディが頑張ったところじゃないかな。頑張った、すごいです。で、あとはこれ US マーカー。 US マーカー、はい、US にしたんですね。はい、しました。これはちょっとこうアメリカ的なノリも遊び心も入れつつ、そう、結構ね、あのオーナーさんが好きで毎回やるのよ。あ、そうなんですか。そう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 。なるほどなるほど。だから、まあ、これはあらかじめ純正の、部品をアメリカから手配して取っておいたんで、それをそのまま付け替えて、なるほど、まあ、配線だけしてね。あ、じゃあもうホイールも全部フルマンソリーで組み上げてますけども、うんうん、ヨーロッパ向いてんじゃなくてアメリカも5つの作ってるわけですね。そう、もう有名なあのアメリカショップのいじった車とかあの辺もしっかり見た上で、そう、なるほど、なんか全て納得がいきました。この辺なんかもしっかりやってあると、はい、だもうこの辺やったっても、あれ並行車でしょとかそういう次元じゃないですからね。 ねそう言われる車じゃないからね。微妙な車だとあれ並行車かななんて余計な心配されますけどそうだね、もうそういう次元じゃないという、うんうん、で、あとはキャリパー今回あれなんですね、乗ってないです。はい、これは何か理由があるんですか。特に大きな理由はないんだけど、まあ、マンソリー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 っていうよりは、まあ、ロールスが残っててもいいかな。なるほど、まあ、マンソリーのコンプリートとかもさ、意外となんかフェラーリのフェラーリロゴだったりする場合もあるし、だからそこまでなんかそこにこだわるっていうのがあんまりないかもしれない、ね、もともと黒ですしね。そう、もともとこれ AMG みたいに赤とかだと、うん、じゃあ塗り替えて、うん、そうだね、ボディカラー合わせてせっかくだったらロゴも変えてっていう感じですけど、うん、今回はそのまんまっていう、うん、そして横、あ、で、あとはそうだ忘れてました、はい、あと、はい、この全部あれなんですよ、プロテクションが貼ってあるんですよ。あ、そう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 、顔周りとあとサイド、はい、このサイドスカートの一番下がカーボンなんで、自分でこう跳ねた石を飛ばすんで、その下とあとオーバーフェンダーの後ろ側のオーバーフェンダーも飛び石で大変なことになっちゃうんで、その辺は、要所要所でプロテクションを貼ってあります。だからちょっと若干こう何ですか、見た目が、そうね、はい、ちょっとだけねこうフィルムで閉じてる分、はい、少し質感が違うという。だこの特殊な形状なのにプロテクションは貼れるんですよ ね, ね, だからちょっとそういうオーダーメイド的なのも、はい、ご依頼いただければ、はい、できる限り対応しちゃうという。であとは横行きましょうか。で横もこのワイドボディに合わせてつながるラインでこのどでかいサイドスカートがつくという、はい、これも本当に何段なんですか、こう、あ、これが一応カーボンラインが入っててここが出っ張ってる感じなんですね。そう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 、なるほど。改めて見るとこの純正のこのクロームのラインもすげえ出っ張ってますね。すげえ出っ張ってるよね。
なんか意味があるんだろうね、きっと。なんか意味が。だからマンソリーでこう2段ドンドンってこう出っ張っててもあんまり違和感がないというか、うん、そうね、そしてフロントのこう派手さにちゃんとバランスが取れているというか、うん、そんな感じしますね、うん、でこの辺も別パーツじゃないんで全部塗り分けで、はい、カーブ出します。谷で、でここに行くと下がってるんですね。下がってます。そうね、で、ここも、あ、これが下に繋がってるんですよ。そう、うわ、複雑な造形、で、このラインでそのまま今度またワイドボディに繋がっていく、はい、で、あとここがへっこんだデザインになってるのはこれデザインじゃなくて、こう、うん、観音開きだからですよね。あ、そうそう、こっちにね、で、ですよ、うん、こうドアが開くんで、まあ、ここがそしてこう繋がっていってオーバーフェンダーが、はい、で、後ろも同様に24インチ、はい、はい、で、あとはここっすかね、それ、D ピラーパネル、これも、これをよし、貼るかってならないです。ならない、はい、だからマンソリーってさ、はい、結構その最初に、まあ、カリナン出ました、マンソリーワイドボディキット作りました、発表しましたで、やった後に意外とさ、なんとかエディション、なんとかエディションみたいな感じでこうなんかアップデートしてたよね、マンソリーが。それで、まあ、こういうその D ピラーパネルとか、このここですよ、ね、そういうのとかは一番初期のカリナンではなかったの。あ、そうなんですか。で、最近になってそういうちょんちょんって追加されてきてるんで、まあ、せっかくだったらつけましょうっていう話で、そう追加していったっていう。やっぱりこう人と違うものとかオリジナリティとか、そうだね、はい、求めてる方が、まあ、でもこのちっちゃいパーツがね重なると恐ろしい、とんでもないことになる。見た目的にこれ成立してるのすごいですよ ね、 ね、本当に。確かに。もうとてつもないサイドビューになってるという、はい、で、あとは先ほどちょっと触れましたけど、これも追加パーツで、はい、はい、追加パーツ で、 オプションで、あとはリア版が全交換という、はい、全交換です。うわーっと、これも本当に何段なんですか。そうだね、造形がもうすごいよね。で、これもオプションです。これオプションでしたっけ、本来クロームの、そう、純正のものを移植するがカーボンになってると、はい、これも全部ビシッと目が揃ってますから、ね、揃ってます。で、これも揃ってて、これも揃ってて、これも揃ってて、すごいよね。で、あとはこれマフラーのこのカッターがセットなんでしたっけ。カッターがセットで、中身はノーマルです。なるほど、はい、まあ車のキャラクター的にも、ね、確かに確かに、ボーって、まあ、それもかっこいいですけどね。まあまあまあ、まあ、それもかっこいいし見てみたいですけど、あ、まあ、静かに近づいてきた方が怖いかなっていう、ね、うで、あとはこのトランクスポイラーっていうんですか、はいはい、これもついてて、これも他に習って全部こう、はい、揃ったカーボンオプションです。で、あと上か、はい、ルーフね、これ、はい、あ、で、これはこっち側にマンソリーのロゴが入る。そう、最初からそれは入ってたね。これもすごい造形ですね。あ、こうなって、で、厚みもこう厚くなって薄くなって、そうだね、足が生えてて、で、これもともとこっちの内側が純正ですよね、これが。そうそうそう、上に乗っけてる感じでついてます。で、これがボディ同色のグリーンだったのを、うん、黒に黒にして塗った上でつけてます。これがグリーン、カーボン、グリーンになっちゃうんで、そう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 、まとまり出すためにやったと、うん、細かいところも一応やってます。はい、お腹いっぱいです。はい、もうお腹いっぱいです、はい、僕も。それじゃあ最初にもちょっと内装見ましたけど、はい、最終的な答え合わせというか、はい、この外装でこの内装がどうなってるのかって、ちょっと失礼します。はい、はい、よいしょ、すごい。やっぱり見劣りしなかったです。これがでもオーナー様的にはもう最初の段階で想像ができてて、そうっていうことですよね。そう、はあ、めちゃめちゃかっこいいよね。はあしか出てこないです。やっぱりさ、そのグリーンのボディカラーってこういうキャメルっぽい内装色がまあハマるよね。なんすかね、最近グリーン多いですよね。グリーン多い。だから俺もここのとこなんか潮決め一緒にやってっていうのが何件かあって、みんなグリーン、マンソリーなんかでも結構多いし、うん、そうなんですよ ね、 ね、ちょっとこの組み合わせは結構、まあ、全部真似するわけじゃないですけど、うん、いろんなところ に、 参考に、ね、落とし込んでいけるかなっていう気は僕はしました、うん、結構かっこいいと思います。そんなわけでこの車を紹介するに
ふさわしい格好なのかどうかちょっと謎ですけどT シャツ2人が紹介しました、はい、でもうこちらの車のオーナー様またすごい車の、まあ、詳細は全部控えますけれども、はいはいはい、お話もなんかあるということで、はい、まだまだこうまだまだいろんなものが、はい、これからお届けできるかもしれない。やります。ぜひマンソリーだったりとか、まあ、かっこいい車の製作はボンド名古屋ボンドグループにお任せください、はい、ボンドチャンネルでもお伝えしていきたいと思います、ボンドチャンネルチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとこうなんですかね、正統派なというかかっこいいだけじゃなくてなんかちょっとそっちの方もちゃんと見ていかないとダメだなと思って。さあもう結局もう行くとこになったらさ、車がかっこいいとかさ、カーボンがかっこいいとかさ、そういう問題じゃなくなっちゃうよね。もうライフスタイルだったりとか、オーナーさんだったりとか、もうそもそもこのロールスカリナンで緑を新車オーダーして一回も乗らずにこんだけカーボン全部にしちゃってるっていう、やってることがかっこいいよね。でそれを全部撮らせてくれて、うん、制作過程をT シャツで紹介させてもらえるっていう、もう本当一瞬待ってますよね。なんかもうあの某ブランドがドラえもんとコラボしましたみたいな、うんうん、それどうなのっていうのもなんかこうでも成立してるじゃないですか、はい、いますよ世の中には。うわダッセーとか、だからマンソリーも結局そうじゃないですか。もうフライングスパー作った時も結構いろんな意見あったんですよ、はいはい、海外からもなんてことをしてくれてんだと台無しだとかっていうのもあったんですけど、概ねこうわすごいっていう、やっぱりまあ台無しだっていうのは何やってくれるからね。まあまあまあそうですね、そうですね、そうですね。でもその域までちょっと到達してるなと思ったんですよ今回。そうだね、はい、純粋になんかこう多くの人に賛同してもらえるかっこいいじゃなくて、僕一周回ってる感じが、うんうん、振り切れてる感じがすごいっていう、それしか出てこないですよね。これ走ってるの見てみたいですね。ストリートで遭遇したいです。あ、そうですね、野生のこの車に遭遇したくないですか。うわーっていう、ちょっと僕らやっぱり預かってるともうそういう心構えだし、もう見てきてるじゃないですか。街でこう前回気を抜いてた時に、そうそう、家族で買い物してた時にこう遭遇したいですよね。うわーっつって、やばいって。